測り方違うじゃん。ポップアップまであと8日。布選び、柄の出方、使う糸の色を決めて、お次はアフリカの布を密通しして裁断、縫製前にすべて布検品、布に不備がないかどうかをすべて確認する作業はめちゃくちゃ地味で泥臭い作業なんだけど、せっかくテイラーさんが作ってくれたお洋服に布自体の傷や汚れなどの不備があったら、それだけが理由で検品落ちにしなければならないので、テイラーさんの労力をできる限り無駄にしないようにするために大切な工程なんです。布検品が終わり、専属テイラーハイドンに以前制作したサンプルと型紙を渡して制作を依頼したんだけど、出来上がったものはなぜかウエストと渡り幅が大きくなっちゃってます。ウエストはゴムを入れる関係でぴったりの大きさに仕上げるのがかなり難しいみたいです。渡り幅の大きさの違いの原因はなんと測り方の違い。私たちが測っている位置とハイドンが測っている位置が微妙に違ったみたいで、長さの違いが生まれちゃいました。以前作ったからといってスムーズにいくことなんてないよね。でもこうやって課題にぶち当たるごとに、より良い制作管理ができるようになったり、より良いコミュニケーションの方法を身につけられちゃったりするし、全てが学び。予定していた制作スケジュールは後ろ倒しになっていくので随時調整。本制作に入る前に採寸の仕方を今一度ハイドンと一緒に確認。ちょっとの認識の違いが大きな問題の原因になることもあるので、本制作の前は仕様書をもとにオーダー内容を慎重にすり合わせつつ、こまめに進捗管理、検品を行い、制作したズボンが無駄にならないように制作を進めていきます。懸念が大きかったこちらの柄の出方は、制作前にハイドンと入念にすり合わせて出来上がったズボンはめちゃくちゃいい感じ。ハイドンマジでさすがすぎる。果たして無事に制作は完了するのでしょうか。続きは明日アップします。